はいどうもこんにちは、裏切りマンキーコングです。視聴者のバンカラマッチを少々よいしょ、来ましたね。さあ、まあ、新企画、はい、まあまあまあある意味復活企画でもあるんですけども、そうですね、はい、スプラトゥーン2の方でもやっていた、はい、視聴者の方から送っていただいた対戦動画を見つつ、プロゲーマー西澤くんがそのままアドバイスをするという、はい、はい、もうすごい顔してる。はい、まあ、これはね、皆さんの腕前アップのために、うん、はい、貢献させていただきたいという、動画でございますけども、はい、さあ、前にね、あの告知動画を上げまして、はい、それから応募は来ました？めちゃくちゃ来た。嬉しい。あのね、はい、待ってたのかな待ってた。動画上がった多分1時間以内には来てたよ、結構な数。だから、もうメモリープレイヤー控えてたんじゃないかなと。動画待ちで。いつでも送れるようにして、そうそうそう。あ、動画来た、はい、なんて言って、なんで分かったんだそれ、メモリープレイヤーだと思ったじゃあ、まずは記念すべき第1人目、第一人目なんて言ったらいいの、第一迷える子羊。ああ、第一迷えるイカちゃんって言ってたね、そういえば。イカちゃんって言ってた、うん、第一迷えるイカちゃん、うん、ごめんなさいね、ふわふわした状態で。はい、じゃあ紹介お願いします。はい、もうこの方はね、もうランダムって言ってたけど、はい、この方が一番早かったんで、この方はちょっと見ようと思って。それは確かにね、はい、意欲としてちょっとね、はい、はい、動画見ました、ぜひともアドバイスお願いします、はい、ということで、島さんから。お、島さん、はい、はい、動画いただきました。はい、2での最高腕前がエリア X で、他が S+。なるほどなるほど、はい、でエリアは2100ぐらいまでいってると。おお。で現在の腕前が S+39。あ、かなりやってますね。はい、で S+は、約1000時間プレイしてると。ああ、なるほど、はい、いいじゃないですか。で、課題ですね。お、自分が思ってる課題が、感覚でプレイしていることが多く、立ち回り等を言語化できていないことを課題に感じています。なるほど。編成人数状況、カウント等から、適切な行動を取れているのかが分かっていないので、どういうところが良くてどこが悪いのかをアドバイスいただきたいですと。まあもうあれですね、直球ですね、かなり、うん、分かりやすい。で、まあ、スプラ2 1000時間やってるっていう部分とかから見ると、うん、まあ、基礎はもうできてるってことですね。だからスプラトゥーンの、そうだね、はいはいはい、はい、その上で3のバンカラマッチどうやって勝つのか。そう、では早速そこなんですよ、見ていきたいですね。じゃあお願いします。はい、見ていきましょう。さあ、というわけで、はい、はい、島さん、はい、ガチエリアのなめろう金属でのラクトですね。ラクト、はい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 、うん、こちらの方のじゃあプレイを見ながらアドバイスお願いします。はい、よろしくお願いします。お久しぶりだね、この感じも。まあ、まずね、うん、ラクトなんで、はい、なるべくやられないで、うん、ミサイルを撃ちたい。なるほど、ミサイルをいっぱい撃つ武器ですからね、うん、これね。そう、うん、なんだけど、はい、なるべくメインでの圧もかけれるだけかけたい。ああ、まあ一応一角で取れる武器ってことで、前線で戦える武器でもあるんですけど、そう、うん、難しいんですよ。だからその、どっちかに甘んじちゃうと、あんまりパワー出ない武器なのね。うん、まあ視点で見ましょうか、まず。うん、そうだね。はい。もう一個。はい、島さん。まずはミサイルを。はい、ああ、これねー。あら。今のは、はい。遅い、ミサイル入れんの。なるほど。まず遅い。ミサイルをまず一発目撃つのが遅いと。遅い。頭の10秒で入れれるんで、ラクト。そうだね。確かに、4分40秒台だ絶対入ってたでしょうね。うん、もっと自陣塗っていいね。あ、前に行くの早くしすぎね、うん。早くしすぎてるせいで、まだたまらない。そうで、ま、敵しちゃって、ここで溜めるのちょっと遅くなって。はい。で、ちょっと逃げつつ溜まったで。で、撃つ位置もなんかちょっと取らなきゃいけないからで、左で撃って、やられちゃったね。うん、まあ、なんで、もうちょっとリスの前で溜めて、はい、うん、ほらここ濡れたじゃん、うん、もうだからラクトは、ああ、じゃあこの飛びも、ああ、これ良くないね、うん、これ良くない、これ死ぬから絶対。おお、よく似合う。これは上の、あのレベルいったら死んじゃうから。まあ今の X が外さないと、うん、あれ飛んじゃダメ。はい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 。でここもミサイルから入る、もうとにかくミサイルから入る。そうね、うん、ミサイルがメインだよ基本。ミサイルがメイン、うん、なるほどなるほど。でミサイル撃って、で、いい状況になったらちょっと前出てみたいな、ね、そうそうそう、ライン上げてっていうのを意識した方がいいですね。なるほど。ここもペナつけなきゃいけないんですけど、で、まあここの仕事はもう無理やりペナつけるなんですけど、ああ、オッケー、ナイスですね。これはね、絶対やんなきゃいけないんで、はい。まあちょっと下がってもいいんで、そう、狙えるとこは狙う。おー、いいね、いいですね。狙えるとこは狙う。素晴らしい。うん。もう、ぬり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 、もうその、手止めることないから、この武器。隠れて待つとかね。ない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 。そんなシーンはない。ないないない。
ためないと撃てないし、はい、まずはミサイル、はい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 、ひたすら回す。ここも塗って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 、そうだね、頑張れ。あー惜しい、あー惜しい、ジャンプしてればいけたね今のもね、うん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 、まあ、このめこのここもでも勝てる武器やね、うん、うん、まあ、ラクト自体はね私そんな使ってないんで、はいはい、メインに関してはそんなになんか言えないんですけど、うんうん、まあ、動きとしてやっぱ言えるのはもっとミサイル回さないと、うん、相手のバリアブルよりは回さないと、とりあえずそうだね、話にならない。まあ味方にラクトいたらやっぱ何期待するかって言ったらミサイルバンバン撃ってくる、ミサイルバンバン撃ってくる、まあ、うん、メインで取れないんで射程もそんなないし言うて、うんうんうん、それこそメインで取りに行くならもっと別の武器の方が安定するしね、はい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 、これもね死ぬんですよね、まあ、まあやったけどって感じ、ね、やったけどっていう話なんですよね。それやるなら他の武器でいいんだよね。だからあそこでラクトで11交換するぐらいなら、うん、あともう一発ミサイル撃てる方が、ミサイル、まあ、まあ別に11でいいこともあるんだけど、うんうん、だったら違う武器で普通に11取んないで普通に倒しきった方がいいってなっちゃうから、はい、倒しにいける武器使った方がいい、そうそう、いける武器使った方がいいから。ああなるほど、ここもまずエリア止めないと負けるんで、まあそれ打ったらもうエリア塗りだね、うん、もうカウント的に、行きたい、うん、あんま味方見てることないですよ。さあそして、ああでもこの相手の陣地塗って死にたくない、うん、そうね、撃ちたいね、はい、ミサイルミサイルミサイル、もうこれ射程いけないんだからね、射程が溜まるからね、すぐラクト、この状態なら、うん、まあちょっとねここのマップが狭い、塗り難しいってのもあると思うけど、これね下がってミサイルミサイルよ、あーこれね、今のもうミサイル貯めて引いて撃たなきゃダメ急にガイタレみたいになったけどダメ本当にまあまあ、だからさっきも言ったけどラクトがやる仕事はこれじゃないんだよね、ここで倒す、そうそう、まあまあまあここ一発狙っていいんだけど、はいはいはい、一発狙っていいんだけど即引かないと、引いてもうミサイル撃つ準備しないと、ダメだった時はもうすぐ、そう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 、人数不利ついてるから、うん、この後敵突っ込んでくるんですよ、そうですね、なんで、これもう、あ、ダメ、倒せなかったと思ったら、まあ、引こうとして、こっち、多分、ナイスダム撃たれたからこっちに逃げちゃったんだけど。うんうんうん。もっと早く嗅覚としては、そう、もうワンテンポ早めに引かなきゃ、ダメだったかもしれない、うん。で、これちょっとミサイル遅れた。でも、ま、相手もそこまで詰めてきてないから、まだどうにかなったね、うん、これ。そうね。で、味方の助けになって。そう。で、ここ倒さないと、もう勝てないんで、この試合。はい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 。倒しに行きたいんだけど。うん。ああでもやってくれて、まあ、ナイス。でこれか、あーこれ。なに。これが一番負けるのよ。具体的にお願いしていいですか。いやだから今、はい、こっからカウントを取るぞの時だったのよ。そうだね。今よあのワイプアウト。うん、味方も前線高い。そう高くて、うん、で。ここでどんだけ時間を使えるかなんですよ、カウントを取るということは。そうだね。なんですけど、うん、ここで死んだらもうすぐ相手バリアブルがミサイル撃って、そうだね、高いみたいになっちゃうから、ここは絶対死んじゃダメ。相手の目線化すると、うん、あ、今だってなるんだよね、うん、なるなる。もうこれ もうこれまあ詰めとく相手は、まあ、はい、ゴー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 で止まって、まんまる止まってるね。そう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 、これでやられるし、そう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 、ここラッキーなんだよね。はいはいはい、あれをやっちゃダメなんですよ。あれはラクトはやる役じゃないね。うん、ラクトはもうミサイル撃たないと、うんうん、ミサイル撃って敵が打開してくるときに倒さないと。なるほどね、うん、その打開の邪魔して、であわよくば一角を使って倒す。そう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 、ミサイル入れるのはいいよ。うん、それ、うん、待ってくるよ。あー惜しい。あーでもミサイル一人やった、うん、あー惜しい。さあさあでもまあメインはねやっていけば慣れると思いますけど、うん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 、まあああいう11もね横打ちより縦打ちの方が良かったりするから、うん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 、その辺は自分でやってみて、うん、ジャンプして打った方がああいう時倒せるなとか、うん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 、っていうのはね、いろいろ試してみてほしい。まあかなりやり込み要素だよね、うん、ラクトの、はいはい、もうミサイルミサイルミサイル先ミサイル先ミサイル、そう、はい、でこっから行動、そう、そのミサイルのおかげで味方取れる。そうだね、塗って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 塗り塗り塗り、ああ、いよいよで、これもう前に出ないと負けなんだよ。そうだね、後ろ下がったら負けます、これ。相手のミサイル飛んできて、うんうんうん、はい、取られて終わるんで、ぬ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 、それミサイル左塗って、もうミサイル、ミサイル、ミサイル、食べたら食べたら、今メモリーこれ、じゃあ応援してるみたいになってるけど、メモリーを見てるんですよ。待ち時間なんてないから、今この状況で
まあこっちがカウント負けてて延長入ったところ、うん、これで、待ってちゃ相手の思うつぼだね。もう溜めないと。なるほど。だからいかにこっからあと何回ミサイル撃てるか。そう、はい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 、そうミサイル撃って味方にキル取ってもらう。そうだね、うん、っていう行動しなきゃいけないから、もうこう溜めうん、これもう全部これもね、これもまあ、インクタンクがね、まあでもインクにそんな余裕がありそうだってね、うん、うわあー、ミサイルもったいねー。一人にミサイル撃った。まだやってはしてるし、狙いに行け、狙いに行け。あ、いい、惜しい。あー、惜しい。塗って、まだ塗ってれば、でも後ろ、いや、後ろ下がると負けるんで、これもう。なるほど、ここある程度、あ、いいよ。うわー、でも勝てる、勝てる。ちゅうな、ぬれ。ナイスナイスです。まあまあ、最後は前に詰め切ってって感じだったね。はい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 、まあ、これ、怖いじゃん。まあギリギリだったね、かなり、うん、なんでこれも試合のね中盤とか、うん、その辺に作れたらいいなと思うんですけ ど、 なるほど。 そのタイミングがあのハイドラにやられたとこ。ああ、なるほど。あそこのね、せっかくワイパー取ったのにう、ね、そうだから、ああいうタイミングは絶対やられちゃダメ。なるほど、うん、なるほど。特にミサイル武器はミサイル入れてなんぼ、うん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 、もうミサイルたまんなかったら、うん、ある程度高い位置取ってワンチャン狙いに行くみたいなのやってもいいんだけど、うんうんうん、まあ、貯めれるからね、ラクトは。しかもそう、どんな場面からでも、ね、貯めれるんで、本当にミサイル意識した方がいいです。なるほど、うん、特にすぐ帰れるのは初動。うんうんうん、初動もっと早く入れれる。結局手前塗らなかったもんね。うん、うん、あそこ、そうあそこバンバン、それだけで全然違うから。まあ、おお、なるほど。あんま合ってないの、そのタイミングが。もう強くなったよ、君。いいですね。さあ、2戦目。はい、うん、まあ、これを見ればね、巻き試合らしいんで。なるほどなるほど、わ、はい、かりやすいですね。初動どうなろうね、初動か変えれたかな。確かに、さっきちょっとうまくいってない。だここで変えれてれば全然もう伸びしろの塊ですから。いやいや、ちょっと待って、ちょっと待って。何ですか。変えれるわけないじゃん。あ、そっか、メモリーだったから。ちょっと待ってよ。1個目のメモリー見てアドバイス送って、2個目のアドバイス聞いてのメモリーじゃないのよ、これ、はい、そうだったわ。俺も今臨場感の感じでした。ごめんごめん、それは俺もメモリーだったよ。俺までそっち行っちゃいけないね。そう。俺はボケで言ってるんだよ。頼むよ。ごめんなさい。行きましょう。はい。まあ初動もね、多分さっきと同じような感じだと思うんだよ。でこのでもこれでS プラス30いくつ9までは、あ、9までは行ってるんだもんね、うん。うん。だったかな、31、39だ。なるほどね。それはまあちょっとあるかもな。ほら。もう入れてるんだよね。ほら、塗るとこねえよ、ほら。確かに、うん、15秒、16秒かかってる、入れるまで。10秒、なんなら10秒以内に入れれるでしょ。そうだね、下手したら20秒だったら2発目が2発目打ててるよね、うん、もうね、飛んできてるかもしれない、うん、全然。そうなんだよ、やっぱ遅いね。そうか、うん、あとやっぱ相手が真ん中来てから持たれるのは嫌だけど、うん、手前で打たれるのが嫌だもんね、うん、一発目今から行くとこでもう来てんのかよみたいな。立ち位置取れない時とかあるから、それはい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 、ミサイルからミサイルから降りないでミサイル。そうで、そう、あ、そういいね。今のはね、いいよ。お、いいポイント、これは。いいポイント、はい、これね、左手前に入れても、うん、見れるのが島さんかリオなのよ、うん、今真ん中手前にいる、ね、真ん中手前にいる、うん、でまあリオが倒せそうなら左に入れてもいいんだけど、うん、基本的に右に味方寄ってたから、うんうんうん、右の方の敵に入れてあげる。なるほど。でそれと味方があっちを倒しに行ってくれる、はいはいはい、でこっちは見合うか無視して千代の方に行って塗り出しに行くか。うん、だから孤立させるわけね。孤立させる。そうなるほど。まあ、このじゃあミサイルの選びはかなり悪くない。うん、ほら味方が取ってほら取って。ああ、いいじゃないですか、それ。そう。でしたら孤立するから簡単に。そう。いいじゃない。これね、ミサイルの打ち方としてすごい重要。ああ、素晴らしい。自分で入れて自分で倒しに行くのか、うん、味方が近い方に入れて味方に倒させるのか。はい、倒しやすくしたい、ね。これはね、意識したい。なるほど。さあ、今のところね、最初の試合よりもかなり勝ちに近い動きというか。うん、そうだね。勝てそうな動きなんですけど、どうなんでしょうか、うん、まあ、よく言うと、もうワンテンポ遅くミサイル入れてもよかったかなっていう。あー、ここがむずいね。最初は最速だけど、うん、こっからはできるだけ相手が困るタイミングに。そう。あ、まあ、構成もね、そんな前に出る構成じゃないんですよ、こっちが。なるほど、まあ、若葉もね。若葉、ローラー、うん、ジェットでしょ。そこまで塗りが。そう。なんで、ちょっとカウンター気味にというか、はい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 、ギリギリまで引きつけて、入れれれば最高。相手に不利な状況に突っ込ませる形にする、ね、うん、じゃないと、はい、多分キル取れる人がいない。なるほど。早めに入れちゃうと、その避けられて終わりみたいな。確かに、ね、ミサイルになっちゃうことが多分多いと思うから、この試合は。しかもデュアル2だからね、もう打ち合いに関してはめちゃめちゃ強いから、うん、相手は。あ、いいよ。いいですね。いいですぞ。すごいね。
これやられないように塗る。まずストップかけよう。まずストップかけよう。まずは塗りたいが、ここだね、ここだね。これずーっとカウント上げてるんだよね。ただね、見つけちゃった。そう、ラクト使ってるならあそこのカウントは止めてあげたい。あー確かに、うん、で結局特にまあこれは結果論だけど、うん、倒したわけでもないしね、うん、特にナメローって、うん、ラクト一人で本当に1秒2秒で取れるから、パン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 ってやったらもうパパッと取れるから、うん、そう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 、あれはねちょっとやってほしいね。せめて止める、取らないにしろ、うん、せめて取れるはしたい、あ、止めるはしたいね。ここだね、うん、うん、ここ止めれるよね、うん、そうだね、体出さない、やられないで止めれるんだよね。これ止めてればローラーも前行けるし、ね、うん、そう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 、そうなんですよ。確かにね、ローラーが塗ってるもんな。そう、ローラーが腐ってるんですよこれ。腐ってるんですよ、今の状況ね。腐ってるんじゃなくて腐らしちゃってるわけだこの人が。まあ腐ってるんですよローラーが。なるほど、すいません、腐らせるわけじゃないそうです、はい、なるほどなるほど。そして、あ、なんかいるなっていうのを見てるけど、はい、まあね、この時間かかる、うん、まあでも壊した方がいいね、あれは。お、さあでもまだまだカウントは勝ってるので、まあ1枚若葉落ちる状況で入れて、まあそこからね、もうパッ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 って塗れば取れるんで。そう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 、そう、ね、おー、うん、メインで狙うのはね、まあ取ってからでいいよ、本当に。先塗りが終わって、そう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 、うん、やることないから、まずやる、そうそう、やることやってからの方がいいと思う。なるほど、そこの意識の違いかもね。ラクトで倒さなきゃがちょっと前に出てるかもしれない、この人は。うん、まあ倒せないからね、うん、そもそも。そうだね、うん、そんなに簡単に倒せる武器じゃないから、ね、そうそうそう、射程もそんな長くないから。あ、いいよいいよ、あ、素晴らしい、うん、この動きはいいですね、すごく、うん、だからもうたまるから、ためを意識した方がいい、こういう時は。なるほどなるほど、まずはためるためる、そう、はいはい、塗り合いながらためる、うん、いいよいいよ。あ、まあちょっと前詰めてくるの怖かったけど、右に入れて開けた方が今のは強かったかもしれないね。うん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 、うん、ここで、おお、左前、うん、あ、いいじゃん、いいじゃないですか。エリア取る、エリア、エリア、え、先エリア取るよ、先エリア取るよ。先エリア取るよ。そう、臨場感あるな、臨場感にのあるアドバイスだな。さあでもここでまたもや2落ちと、うん、こことかもね、そんなジャンプで怖いよね、うん、そのジャンプは。確かに、うん、無理くりジャンプしちゃったね。このジャンプは怖いね。はいはいはい、このジャンプをしたことによって相手もっと楽に守れるようになるし、うん、なんで今のとかも無理やり飛ばないでちゃんとリスから溜めながら戻ってあげるでいい、うん、なるほどね、うん、確かに手前まだ全然濡れてないから、うん、濡れるじゃん、ここ降りてパッパッパッって3回ぐらい打ったらもう、うん、多分7割ぐらいになってるでしょ。そうだね、で真ん中つく頃にはそう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 、はい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 、なるほどなるほど。なんだろう、ラクトが飛んできてくれても大して戦力にならないから、うん、まあね、塗ってミサイル貯めた方がいいっすよ。確かにミサイルが飛んでくる方がぶっちゃけありがたいよ、うん、ラクトが駆けつけるよりも。それできるようになってからの方がいいですかね。なるほどね、うん、順番がちょっと先にその倒しに行こう考えすぎなのか、うん、そう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 。だからね、ちょっとマップが出ないんでね、あの、そうなんだよ、マップをどう開いてるかちょっと分かんないんで、はい、ここはね、ダメなところだよね、やっぱね、メモリープレイヤーの、うん、難しいけど。はいよ、前前前前、あー、ここは、そう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 、いいよいいよいいよ、いいよいいよいいよ、で、ここで、どんだけ時間稼げるか。はあ、どうだ、どうなんだ、どうなんだ。あー、右に入れてもよかったかな、今の、右降りてるなら。うん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 、うん、うん、今の、入れた人たちって避けるだけになるから。はい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 。でここでキル取んなきゃいけないからね、うん、本当はここで今ミサイル欲しいんだけど、そうだね、欲しいっしょ今。確かに、うん、もうこれもう塗りぶっぱ塗りぶっぱ塗りぶっぱ塗りだけ塗りだけ塗りだけ、はい、まあ分かりやすいですねこれは。うん、なるほどなるほど。ミサイルのタイミングと入れる位置、うん、うん、確実に取れるっていうミサイル、うん、特に負けてるときは、はい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 、はい、うん、そう、時間稼いでも何にもなんないんですよ今のさっき あの最後の状況って、うん、もう倒して2周ぐらいさせないと。そうだね、リード取れないんですよあの状況って。まあやっぱ負けてるってことはそういうことなんだよね。そうそうそ そうちょっと頑張んなきゃ勝てない。そう、頑張んなきゃ勝てないから、うん、頑張れるようなミサイルを入れなきゃいけなかったんだけど、うんうんうん、避けるだけのミサイルになってるから今。なるほどね。そうそうそう、まあ構成にもよるんだけどね、うん、あ、これは、まあ、ラクトの根本の部分をまずやらないとっていう話ですね。そうだね、もったいない部分結構あったね、はい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 、やられて飛んでミサイル撃たないでまた死ぬみたいなのも多かったし、うん、初動もまだ早くできるし。なるほど、変えれるとこいっぱいあるんじゃない。これはじゃあ分かりやすくパワーアップが見込めますね。もうすぐ
今日からできるんじゃないですか。素晴らしい、うん、はい、というわけで、はい、島さんのね、こちら、映像2つ見させていただきまして、うん、アドバイスいただきましたけども、まあ、西澤君からいっぱいアドバイスはありましたが、はい、まあ、僕もちょっと微力ながら横で気づいたことをね、島さんにちょっとお伝えしたいなと。あれ、スリーも封じの気づきポイントやる？はい、私の気づきポイント。あ、やるんだ。まあ、ここを楽しみにしているね、はい、リスナーの方々たくさんいるみたいなので、なるほど、はい、よろしくいただきます。封じの気づきポイント。やっぱりラクトでね、塗らずに前に行って倒しに行く。まあ、ぶっちゃけかっこいいじゃないですか、ラストラクトでね、一発パシュン。これ見えちゃったんですよ。お、何？味方に。飯田ちゃんの中の人、アリス・ペラルタさんいましたね。いや、本物かわからんでしょ。アリスって方でしょ。あれで、うわ、もうかっこいいとこ見せよう。いやいやいや、俺もそうだったから。違うでしょ。アリスさん見に来た時はもう、あ、まあまあまあ、僕こんな感じでやってますけどねって。偽物でしょ。偽物ってわけでもないし。名前同じだけでしょ。アリスって名前が好きな人、うん、いや、やっぱでもそれでかっこつけてる部分あるから、うん、かっこつけるよりやっぱ先にラクト、ラクターになってから、はい、その後カッコつけましょう、一緒に。僕も呼んでください。やるの、一緒に。一緒に呼ぶよ。アリスさんがいるなら呼んでください。アリスさんがいるなら帰る。いや、でもね、はい、はい、そんなね、かっこいい動きを見せてくれましたけども、はい、まあでも西田くんが言った通りのことをすれば、うん、かなり伸びしろはある。全然いける、うんうん、ですし、なんかこう局所でちゃんと当てるってことはできてたので、うん、全然そこからのね伸びしろもありますということで、はい、じゃあそんな頑張りを美咲くん応援するにも込めて、はい、格言を、ああ、なるほど、はい、志麻さんにお願いいたします、はい、試合が始まって10秒でスペシャルを使えないラクトは、お、居酒屋で酒を飲まないやつと同じ。あら、それどういうことですか。そのまんまですよ。それどういうことですかって毎回聞くけど、そのまんまだ、はい、いやいや、一回説明しないとなんだろうなってなっちゃう人いるかもしれないから。なるほどね、うん、とりあえず居酒屋行ったらお酒を食い、とりあえずラクトを使ったらミサイルドン、これを覚えろと。そういうことです。なるほど、分かりやすいでしょ、はい、そんな分かりにくくないでしょ。分かりにくかったら説明するけど、説明を毎回しといた方がいいかな。恥ずかしいから自分で説明するの。俺が言った方がいい。そう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 。なるほど、ね、そっちで説明してくれました。こういうことでいいですねで、はい、違ったら説明、違いますってね、違いますって言うから。なるほど、なるほど、はい、そんな我々も学びもありつつ、はい、はい、こんな感じでね、皆さんにアドバイスしていきたいと思いますので、はい、はい、ぜひどしどし応募お願いします。はい、お願いします。というわけでまたお会いしましょう。さよなら。はい、さよなら。チャンネル登録お願いします。